お疲れ様です。今日はね、16日です。お疲れ様です。カフェで作業してたんですけど、 Wi-Fi を忘れて、でここ Wi-Fi ありますかって言ったらないということで、ここお気に入りだったんですけど、まあ、Wi-Fi を忘れた自分が悪いんだけど、ちょっと別の使いやすい、もうちょい快適なカフェを開拓しなきゃいけないなっていう感じですね。まあしょうがない、 Wi-Fi を忘れた自分が悪いで、今日はねもう早い段階でレッスンが終わってカフェでずっと作業してたんですけど、まあネットつないでちょっとネット関係のやつやりたかったな。まあしょうがないですね。なのでもう帰って動画の編集の続きをやって、でアップして、もう今日はもう帰ろう。でね、皆さんに一個謝らなきゃいけないことがあります。それはですね、スライドの練習です。今日来た生徒さんにも、セッションの時に来てくれたギターの方にもですね、最近スライドの練習どうなってるんですかっていうふうに聞かれて、ですいませんちょっとサボってますって言って18日間か20日間ぐらいはね続けたんですけど、最近ちょっとねサボってまして、続きを今日帰ったらやります。はい、まだねデレクトラックスのソロの前半戦しかやってなくて、後半戦まだコピーもしてないっていうね。いやー毎日やるって言ったのにやってないじゃんっていうね。本当にすいません。やっぱ同じこと続けるっていうのは飽きるな。ダメなんだけどね、続けなきゃダメなんだけど、難しい。じゃあ帰ろう帰ろう帰ろう。はい、お疲れ様です。おす、うまい。マスカットかなこれ。はい、ずっと練習ここ最近サボってたんですよ、スライドので。全部自分のエヴァーノートに何日目、何月何日何日目何やったで、まあ撮影してるから、その撮影した練習のデータもその自分しか見れないようにして YouTube にアップして、そのリンクとか貼って、で全部こう記録してってたんだけど、それがね18日目ぐらいで途絶えてます。スライド練習は、はい、ちょっとデータこれ全部確認しようかな。記録してないやつがあって、どこまで練習やってたんだろう、そもそも何日間続いたんだろう、ちょっと確認しよう。やってるね、2月21日。はい、判明しました。18日間で終わってます。最後はですね2月25日で練習止まってます。もう2週間以上お休み練習お休みっていうかサボってました、ずっと。よろしくない、よろしくないんで、今日からまた再開します。で今ディレクトラックスのソロの半分まで進んでますから、残りの半分をとりあえずコピーするところまで行こうかなと思います。よし、やっぱオーバードライブつけないとよくわかんないな。歪ませよう。これでいいか。じゃあコピーしていきます。これね、これどうせ撮ってても Vlog の中では早送りなんだよね、ほとんど使わないんだよねこれ。
このシーンってこっち行ってんの、こっち行ってんの、こっち行ってんだ。え、もう届かないんですけど。マジか。ここむずいな。なんでこんなにならない、すごすぎるな。なんでこんなミュートするの。はい、ちょっとしか進んでないっていうか、ほとんど先に進んでなくて、むしろ後退したようなところがあって、まあ久しぶりだったっていうのもあるんだけど、今速度をさらに落として 70% ぐらいでやってみました。もはやね、どう弾いてるのか、どうやってその音鳴らしてんだみたいなフレーズがあってね、やっぱ難しいですね。このミュートもなんでこんな綺麗にミュートできんだろうな、すげえ謎。なんか映像でね、手元のアップになってるとこあるんですけど、上の弦をミュートしてるのは親指でこうやってんの見えるんだけど、4弦弾いてる時の2、3弦とか1、2弦とかはどうなってんのこれみたいな。ミュートしてないわけないんだよな。だってこんな綺麗になるはずないもん。だってなんでこれが可能なんだ。これなんか完全に浮いてるんだけど、謎です。すごい、ほんとやばい。もう YouTube の速度を 50% ぐらいに落として、すげえ手元のアップのところだけど何度も見て右手が分かんない、まあ左手も分かんないけど、このフレーズすごいな。どうやってんだろうな。ちょっと難しくて分かんないから、せんべい食べよう。薬指とかも使ってる、これ。なるほど。ってことは弦に乗せてるのか、これ見えないけど。いや、こんなことねえ。ん？小指の位置を弾いてない弦の一番上のところに持ってきてるな。すげえ。このギャインギャインって鳴っちゃってるとこどうしてんの、これ。ギャン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 鳴っちゃってるやつ、これどうやって音切ってんだ。わからん。ルマンド食べよう。わからないからルマンド食べよう。はい、まあ、とりあえずね、今日からまたスライド練習をちょっとずつやっていくということにしました。弾き方がそもそもわからない箇所があります。もうちょい調べてみようと思います。なんかさらにゆっくりにしてみるとか、あとは他のスライドプレイヤーの動画を見てなんか解説してるやつとか、もしかしたらなんかテクニックがあるのかもしれないから、もうちょい探して研究してみます。これはでもね、嬉しかったのはちゃんとね、見てくれてる人がいるっていうのが、ブログを見てくれてる人がいたっていうことがすごく嬉しかったですね。まあ確かにスライド練習サボってたんだけど、そこをまさか指摘されるとは思ってなかったから、いやー、ちょっと嬉しかったですね。やる気が出ました。スライドの全く同じことをずっと練習するっていうのはちょっとさすがに自分でも飽きてきて、忙しくてもやるって決めてたのにサボってたからよろしくないんだけど、ちょっと今日ほんのちょっとだけど先に進めたし、今まで練習してたやつよりもさらに 10% 遅くしてやってみたら、ちょっとこの
スライドが弦に乗ってる具合の感じというか、すっごい微妙な感覚なんだけど、これぐらいの力で乗せて滑らせてると、あ、結構いいなみたいな、音も結構いいなみたいな感覚が今日ちょっとあったのが、ほんとわずかだけどそういう発見もあって、またやっていこうと思います。はい、引き続き動画を見ていただければと思いますので、よろしくお願いします。はい、じゃあ今日はねこんな感じで終わりたいと思います。お疲れ様でした。また明日。さっぱりわからない。ルマンド食べてもわかんなかった。